はいどうもー、はいどうもー、水溜りボンドです。お願いします。ね、今日も頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。いきましょうということで、はい、サラちゃんなんですけど、うん、本当に私利私欲に走った企画なんですけど、うん、もう肉をたくさん食べたいじゃん、うん、で、やっぱもうそうするとさ、調べるわけよ。うん、肉っぽい野菜をの究極系を調べ出すのよ。あんの？すごい。え野菜なのに肉ってこと？そう。嘘つけ。野菜なのに肉、まあ肉じゃないけど肉。わかんないわかんない。じゃあわかんないじゃん。俺もそれ見た時意味わかんなくて、うん、ありえなすぎて。やっぱあれだね、ちゃんとそうやって生きる知恵を探していくんだね人間って。のでも俺以外にも多分いたんだろうね。うん、でアメリカにそれがあって、うん、輸入しました。いいじゃんいいじゃん。じゃあ見たい。こちら、ミートボール。うん、ミートレスミートボール。面白い。ミートレスミートボール、うん、もう矛盾してるじゃん、もうすでに。おうん、この肉入ってないミートボール、ビヨンドミート的な、うん、その名前で結構なんかスーパーに置いてあるらしいんだけど、はいはいはい、これを食べて肉に近かったらすごい夢があるなと思って。気になるね。今あの冷凍されてるから。そう、これチンして正直まだ分かんない。そう、でもミートボールっていい線ついてるな。まあね、でもミートボール好きじゃん。ギリそのミートソースの味じゃん、あれ。まあね、確かに。でもミートボール好きじゃん。うん、いやだからもう僕は分かりますよ多分。あーあのね、ミートボールじゃなかったらちょっとこれチンします。はいはい。分かんないけど肉汁が出てない。そうなんだ。美味しそうじゃん。肉じゃん。もうな、肉汁が出てるミートボールってことは肉だよねただ色が若干薄い気もするよね。確かに確かに。あともうシンプルにアメリカっていうのをまず挟むからね。アメリカのミートボール、こういうのが日本人の舌に合うかどうかっていう、まず1個だから。アメリカのミートボール。あと違いました一旦。ああ、いろんな撮影の関係で、うん、これニヤッとすんない。いや、サムネイルセーラー服着てたなと思って。言ったな、セーラー服って。サムネイルでもう女子高生がそれで釣って、普通の釣りだなと思って。いや、俺釣ってんじゃねえよ。別に女子高生で釣ってるわけじゃないだろ。釣ってたよお前マジ。撮ってる時に思ったもん私。やばいな女子高生で来た人が、お女子高生じゃねえじゃん。うん、そしたら今女子高生で来て安心した。なんだそれ今何途中コメントに何分何秒から女子高生飛ばせんのなしな。はい、いただきます。怖いな、でも正直ちょっとなんか熱いと多分熱い。うん、普通に美味しい。うん、なんかスパイシーだね、なんか味が。うん、ほいほい、なんかあれだ、ドライカレーみたいな。うん、ただこれ肉って言われて出しても、出されても全然わかんないね、うん、これもう、その基準は全然満たしてんのかな。いやでも普通に美味しさで言ったら全然美味しいね。ね、肉だと思うよ、これ。ね、ということで、はい、肉を使ってない。面白いね、探せばあるんだね。あるんだなと思って。いや、菜食主義者の方とかが多いから、アメリカは。それもあるのかね。うん、ということで、ただ僕の肉食べたい欲が強かっただけです、うん、ちゃんでした。はい、ということで明日。